初心者ライダー、今年免許取った。あ、そうなの。年は食ってるけど。え、年食ってんの。19歳。あ、19、まだまだ元気バリバリ、若いやん。先が将来あるの、あるやん。これは年式は何年式ですか。え、これは2016年式ですの、Nmax の Nmax125。 あ、125。あれ、2016年。これガソリンは何入れてます。ガソリン、レギュラーです。レギュラーエネをその、ハイオク入れたら二人乗りで120で走れるよ。あ、そうなんですか。うん、このコアボロのエンジンはそれがいいみたい。へ、はい、うん、エネはする。まあ、どこ行ってもそれ言うてんけどね。言てみ、私も Nmax の125乗ってたけども、はい、二人乗り、おっさんが85あるから、はい、これと、もちろん若い子の人たちも、だってもう100超えてあるよね、はい、それで、ハイオク入れると、はい、あの国道1号線のとこでもうガーって勢いよく登るから、うん、そうなの。 Nmax はね、この顔が好きなんよね。うん、この僕 PCX がええ言うとったらいいんやね。 PCX めっとめたけどね、あれが気に入らんよ。あれはあれがいっぱい出てるからね。うん、このヘッドランプをね、ちょっとピラミッドの下部分があって、ハイビームつけると上に三角が出ると。あ、そうなんだ。なかなかね、いい考えでね。クロスカットが違う。そうそうそう。で、これの150出たから、155。155。うん、あれね、高速乗れるからいいのかなと思うけども。これスクーターっていうのはどうしてもタイヤが前後同じ幅やけども、これの前と後ろと全然違うから。うん。あ、そうだ。あれ、これのあれどうしたかな。え、ここよく来るの。いや、初めてですけど。初めて来たん。どっから来たん。ユニオーズ。ユニオーズなんや。うん、まだ来れたら、確かね、ミドルがあったと思うよ、スクリーン。ありますね。帰る。帰ろうかなと思って。余ってんのよ。へー、おいちゃん、これ、家に帰ってて、ミドル買うて、はい、あ、ロングもあるやんかと思って、ロング買って、こっちはもうミドルとこれノーマルが邪魔で、あ、うん、でも家置いたまんまよ。これマスターの金切りが違いますね。違う。うん。いつも私それ、その時は名古屋にあったもんでね。うん。もう、基礎とかちょっと寒いところに冬が入っても、全然風当たらんから。うん。気持ちいいですよ。おとついね、V ストローの、うん、250、うん、あれどんなか見に行ってきた。いいでしょ。よかった。僕乗りたいな、おもちゃ。